メール来てますよ。なんですか。いいですか、うん、ラジオネーム幸福。前回の放送でドリームマッチのフィーリングカップルのお話をされていましたが、はい、先日のラジオエキスポの爆笑問題さんのステージでも行われていました。もしラジオをやるのなら誰とという内容で爆笑問題、アルコ&ピース、空気階段、うん、後ろシティの4組で行われ、うん、田中さんとかたまりさん、うん、太田さんともぐらさんがそれぞれカップルになりました。うん、すごいね。爆笑さんと空気階段。空気階段人気あんだね。その際、田中さんが、俺本当はハライチの祝いがいいけどね、猫の話とかできるし、とおっしゃっていました。うん、この中でもし組むとしたら誰がいいですか。嬉しいね、田中さんは。田中さんはね。うん、まあ、やってたしね。うん、やってたね。ニャンコロトークね。ニャンコロトークね。それが楽しかったんだろうね。田中さんもね。田中さんはもう、全部、どう、その、多分、どういう球投げても、キャッチしてくれるんだ、ね。まあ、そうだね。うん、誰だ、誰だろうな。こん中か。うん、難しいな。誰が嫌だ、じゃあ。俺もうでもみんな嫌かもしれない。このメンバーは誰ともうまくやる自信がないな。確かに、うん、変なやつばっかだもんな。だからそうなると俺も結構田中さんがいいかもしれないよね。田中さんいいよね。田中さんか太田さんかな。そうね。もぐらかな。あーもぐら、うーんもぐらか、うん、塊なんても怖くてできないしな。なんていうの、やばそうだもんね。まあね。なんか歯をギリ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 ってやって、うん、出てきそうだもんね、ブースから。ああ怖っ、うん。終わった後？うん。やってる最中だよあいつ。めちゃくちゃやばい。やばいんだよあいつ本当に。本当にそうなんだよ。塊？たまに空気階段ラジオだけ聞いてるけど。うん、塊。まあでも二人ともいいやつでしょ。純粋なやつでしょ。わかんない。だそれわかんないからわかんないな、組めないよな。後ろシティ、いいんじゃない。後ろシティさんは、後ろシティさんは、なんか、すごい上辺の話になりそうじゃない。今更、まあだから結局デブッタンってとこもやってたしな。うん、今更、やっても確かにそうだな。上辺トークになりそうじゃない。うん、アルピーさん、さ上辺のノリあるじゃん。例えばまあだからちょっとやっぱそうね、上辺のノリで合わせましょうよ。いきなり2人でボンってなったら基本そうなっちゃうよな多分。上辺のノリも合わなそうだもんなんか。上辺のノリは合う人といいな、せめて。合う人がいいな。アルコ&ピースさんは上辺のノリはまあ合わせられそうな感じがしなくもないじゃん。アルピーさん、うん、結局やっぱちょっとだから難しそうだもんな。うん、田中さんかな。そうだね。うん、他はだから決まらなかったってことですね。うん、爆笑さんと空気階段さんがペアになったっていうだけで。やっぱそうなんだ。そうだな。うんうん、でもフリーってなったら誰とかやりたい、ラジオ。別にこのもうなんかラジオ誰でもいいってこと、誰でもいい、別に TBS パーソナリティとかじゃなくても、あ今ラジオやってない人でもいいよ全然。ラジオやってない人でもいい、うん、ああ誰だろうな、誰ですか。誰だろうな、誰でもいいんだよ。結局そうか、誰でも、そうそう、誰でもいいんだよ。うん、誰？誰でもいいんだよね。うん。ってなると、そうね、岡部。おい、花子の。花子の岡部とかね。すごい、なんか、薄っぺらいらしくなりそう。いや、だからそこはもう、その辺のことは考えてないから。あやっぱその、本当にいいやつだから、あいつは。ああ、まあね。そう、うん。そこの面のみね。うん、そのもう、それ俺、ラジオ番組としてどうなるかはわかんないけど、うん、やっぱこの嫌な気持ちにはならない。うん、絶対、あいつとなるね。なるほどね。うん。
俺はもうハライチの大概考えられないと。それをやるな、その手口。おい。ちょくちょくやるよ、こいつ。他のコンビ組むとしたら誰がいいですかみたいな。やってたな、それ。波乱爆笑とかでもやってた、こいつ。サムさん、お二人どうですか、ね、コンビ。誰と、他だったら誰がいいですかみたいな。うん、で、なんか俺が、千鳥の大悟さんとかですかね、うん、やっぱりちょっとこうなんかね、破天荒、ちょっとボケ突っ込んでみたいですかね、うん、みたいな。したらまた、いや、澤部しか考えられないですね、みたいな。ずりね、ずり。お前ひどいね。ずりんだよ、それ後半の。ひどい。ずりんだよ、その。来たね。好感度、自然と上がるやつ。来たね。誰かな。西原理恵子さんとかかな、俺。ああ、面白そうだね。うん。西原理恵子さんとか、うん、犬山紙子さんとか、あの辺の、新さんなめこさんとか、コメンテーター、ちょっと辛口コメンテーターみたいな、うん、女性、うん、辛口コメンテーターみたいな方々たち。うん、それ、そこら辺のメンバーは面識は、うん、ほぼ、犬山紙子さんだけぐらいかな。ああ。いや、面白そうだよ。うん、結構、こう、二人で切っていくみたいな、うん、いろんなことを。そう、なんか、どうでもいい話もできそうじゃん、なんか。まあね。うん、で、なんか、すごい気に入られそうだしな、お前が。そう。岩井くんって、うん。そういう質問をやりやすいんだよ、俺なんか。なんか、うん、そうだな。うん、社長ほぼもう社長みたいな感じだね。みたいな感じで、うん。うちの社長とかとなんか、うん、結構近い世代だったりするかもな。社長と、渡辺のね、渡辺美樹社長とラジオやってる。ああ、かもな。それが一番いいかもね。ね、うん、あ、そうだね。そうですね、うん。はい。さあ、ということで、ハライチのターンは毎週木曜深夜0時からやってますんで、聞いてください。